演舞開演。どうも、本日はこちらキリン午後の紅茶美味しい無糖を飲みたいと思います。はあ、この前のミルクティーに続いて今回は無糖っていう、ストレートにもさらに甘さ控えめでということなんでしょうね。なんかおにぎりにも合うとかで話題になってましたね。でも飲んだことなかったので今回飲みたいと思います。では飲んでみます。私もあなたのような万能選手になりたいです。本当に混じり気のない紅茶の香りという香りが口の中に入れた瞬間に広がってきましたね。色もストレートのティーパックで入れたようなイメージですし、まさにそれに応えてると言えるでしょう。食事にも本当に合いそうですね。今度は例えば和食と一緒に食べてみたいかな。というわけでこちらのテイストをさせていただきました。ただもう一ひねり何かが欲しく、桜かな、骨の上にある綺麗な桜のように見守られながら眠れるというのは幸せかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。